あっという間ですが千秋楽、正直私の都合でみんなにはたくさん迷惑かけたと思う、ごめんいや早くない？てか謝るとかなんか違うんでありがとう。はいラストですよ。はい。旗揚げ10年目、今日も私たちの芝居に火の打ち所はない。お願いします。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。大塚です。大塚様、はい、はい、あ、お伺いしております。ありがとうございます。よう、藤田舞うわ、久しぶりすぎるな懐かしいな、その呼び方。確かにしかし一個ミスね。今や中川舞なんで。嘘、嘘、マジ、マジ結婚したの？したよ。ああ、はい、あ、そう、おめでとう。いや、心こもってないな。いやいや、ごめんめでたい、めでたい。あ、てかこの前見たよ、夜のネタ番組。どうだった？面白かった。あ、そういや、相方ともさ、なんか手応えあったんじゃないかって話してたんだけど、なんか当日のお客さんの空気があったかかったっていうか、なんかそれが良かったんじゃないかなと思ってさ。でもコンビ名超ダサいよ。え？コンビ名？俺が待ったんだよ。俺が。ねえ、転校生、その言い方やめてくんない？合唱部興味ない？ない、そもそも部活入る気ないし、人数合わせなら他当たって。違うよ、人なら足りてる。友達になりたい。よっ、藤田舞。誰？ひどー、同じクラスじゃん。舞舞、今日から私と同じ部活ね。は？何の話？てか私部活とか入んないから。私、本格的に演劇の勉強しようと思うんだよね。そっか。前の学校で演劇部で台本とか書いてて、
でもまあ転校決まって辞めたっていうか諦めてさ。でもなんか今日のこと書いてもいい？え？しおりのこと。私、小野しおり、よろしく。今日転校してきたばっかでいきなり30人分の顔覚えられないから。見た本当に面白かった。